背景です。今回はついにあの投手が登板か、西武今週の先発ローテ予想ということでね、先週に引き続き、今週もですね、まあ週が変わって月曜日ということで、ライオンズの今週の先発ローテーションを予想していきたいなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。それではね、早速8月6日から12日のローテ予想ということでね、話していきたいと思います。まずですね、日程の方がね、ちょっとこの1週間は変則的な形になっております。まあどういったところが、ね、変則的なのかというと、まあ、8月6日、7日、8日、まずオリックスとの3連戦。これ明日から火水木であります。まあ、ここまではね、通常なんですけれども、まあ、9日金曜日がね、オフということになっているんですよね。まあ、金曜日はね、基本的に試合はあるんですけれども、まあ、山の日があるということになっておりますので、金曜日が休みで、10、11、12がね、まあ、この同日月で3連戦という形になっております。で、このね、12日の来週の月曜までね、まあ、どういったローテーションになるのかっていうところ、これはあくまで僕の予想なんですけれども、まず明日の8月6日から8日までの3連戦が渡辺、隅田、青山、そして10日から12日までの日本ハムとの3連戦が今井、竹内、羽田になるんじゃないかなというふうに僕は予想をしました。じゃあどうしてね、こういう予想になったのかっていうところをね、ここからお話していけたらと思うんですけども、まずね、明日の予告先発に関しては、すでに渡辺裕太郎投手ということで発表をされております。で、まあ、7日、8日に関してはね、まあ、水曜日、木曜日ということになるんですけれども、まあ、先週のね、火曜日が隅田投手、で、水曜日が青山投手ということだったので、まあ、渡辺裕太郎投手が火曜に入ってくるってなったら、そこはね、まあ、1日ずらした形で、水曜が隅田投手、8日の目標が青山投手ということになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、隅田投手も青山投手もね、今シーズンオリックス相手に好投しているというのがありますから、まあ、渡辺裕太郎投手で勝つことができたらね、3立ても期待できるローテーションになるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはかなり楽しみですよね。まあ、オリックスもね、そんなにチーム状態いいわけではないですから、まあそういった部分を考えてもね、チャンスはあるんじゃないかなというふうには思います。はい、そしてまあ9日休みでね、10日からの日本ハムとの3連戦ということになるんですけれども、まあ先週とおそらく似たような形で、1日ずれた形でね、金曜日投げて今井投手が10日の土曜日投げて、で、土曜日投げた竹内投手が11日の日曜日投げるような形になるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ昨日投げた菅井投手が登録抹消ということなので、まあ、この12日の月曜日ね、誰が投げるのかってところがね、難しい部分にはなってくると思うんですけれども、まあ、投げると可能性があるとしたら、与座投手か高橋光成投手か、畑投手の3人が候補にはなってくるとは思うんですよね。で、与座投手に関しては、一応2軍の帯同表を見るとですね、8日の2軍戦に登板する予定になっているんですね。まあ、8日ってことは、今週の木曜日に投げることになるので、そうなるとさすがに来週の月曜日の12日に投げるっていうのは、中3日になってしまうので難しいと思います。で、まあ、そこを考えると、高橋光成投手か、羽田投手っていう風になるんですけど、高橋光成投手はおそらく13日の火曜日に投げることが有力にはなってくると思うんですよね。まあ、13日は高橋光成投手のが、まあ、自分がスポンサーを務める試合ということになっているので、まあ、そこを考えても、やはり可能性はあると思いますし、あとは13日火曜日に高橋光成投手が投げた方がいろいろと都合が良くて、そうなると、まあ、そのままずらすと、水曜日に渡辺裕太郎投手、木曜日に隅田投手、で、金曜日に青山美奈投手、で、今井投手、竹内投手を、この無理やり中5日で金、土で投げさせるとかってことがなくなるので、まあ、そういった部分を考えても、まあ、高橋光成投手13日の方がいろいろと都合がいいということになるので、まあ、12日は羽田投手の可能性が個人的には高いんじゃないかなというふうには思っております。で、相手の先発投手を見ていくと、まあ、明日エスピノーザ投手ということでね、もう発表されております。で、このエスピノーザ投手に関しては、まあ、京セラでね、本当にま、圧倒的な力を見せているということなので、まあ、明日はね、もしかしたらそんな簡単に打てるわけではないかもしれないので、そこは注意していきたいところではあるんですけれども、まあ、水曜日、木曜日に関してはね、先週斉藤京介投手、そして高島投手が登板したということなので、まあ、誰が来るのかとから正直不明なんですよね。斉藤京介投手に関してはね、2軍にいてしまっているというところがあるので、水曜は本当に全く予想がつかない状況ですし、まあ、木曜日も高島投手なんでね、まあ、そのまま高島投手が来る可能性は高いとは思うんですけど、まあ、誰が来るかちょっとまた予測はできない部分かなというふうには思っております。まあ、そこを考えると7日8日は割とチャンスとも言えるのかなというふうに思いますね。で、さらに日本ハムのところは、まあ、加藤投手と伊藤大海投手が来ることはほぼほぼ確実そうかなというふうに思いますね。まあ、金曜日に先週加藤投手が投げているので、まあ、ずれて土曜日に登板してくる。で、伊藤大海投手は先週日曜日に投げているので、まあ、ほぼほぼ日曜日に来る可能性が高いと。で、土曜日に登板した根本投手が抹消しているので、もう一人にかちょっと誰が来るのか予想ができないかなというところではあるんですけども、確実に言えることとしては、今週の1週間、エスピノザ投手、加藤投手、伊藤投手が来るっていうことはほぼほぼ間違いないということです。
まあ、エスピノザ投手はもう言わずもがな素晴らしいピッチャーですし、加藤投手にも前回スコンフィールドで戦った時は、まあ、一応ね、点は取ったけれども、まあ、8回まで無失点に抑えられていて、まあ、あわや完封させられそうなところまで行ってしまいましたよね。で、伊藤大海投手には前回スコンフィールドで思いっきりまだ食らっているというところもあるので、まあ、しっかりとね、このエスピノザ投手、加藤投手、伊藤投手が投げる試合をね、まあ、打線がやっぱどれだけ打つことができるかってところですよね。ここはやっぱ大事になってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、このね、まあ、ちょっと厳しい6試合になるかもしれないですけども、どういうふうに戦っていくのかってところを注目して見ていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。